はい、こんにちは、大島です。それでは今回も動画をお話ししていきたいと思います。はい、それではですね、前回の動画では、実績を作ってですね、教える側に回る、教育者側に回るというところをお話しさせていただいたんですけども、実際にですね、私もいろんな人たちからですね、自分の生徒さんだったりというところから、なかなかね、自分でコンサルティングをやることができないとか、その知識がないとか、当然ね、そういうふうに皆さん言ってくるんですけども、実際に先ほども言いました、講演をしたりとかですね、セミナー講師、あとはその塾を開いたり、スクールをやったり、あとは DVD を作ったりね、本を出版したりとか、そういうふうに情報を売っていくビジネスが、おすすめだというふうに言いました。情報やノウハウや仕組みをですね、販売していくという方が、非常に有効だということをお話ししました。そして、それは分かったとは思うんですけども、じゃあ実際に初心者の人がですね、そのビジネスを取り組む、そのブリッジで取り組むというのが、非常に難しい。皆さんが、そんなん私はできないと皆さん勘違いすると思うんですけども、それはね、間違いです。実際これはね、誰でもできるビジネスモデルですし、しっかりと、ちゃんとしたね、ステップを踏めば、誰でも簡単にできるようになります。で、僕自身もですね、そんなめちゃくちゃ簡単にとかっていう、あんまり言いたくないんですけども、実際にね、その情報を売るというビジネスの中でも、一番早い、一番実績が出しやすくて、一番、まず脱サラしやすい、副業でね、副業で稼いで起業しやすいビジネスが僕はこれだと思ってます。コンサルティングビジネスですね。スクールとかをね、やってもいいんですけども、スクールだったり、あとはそのネットでね、情報を作って DVD を売るとか、情報商材を売るとかね、音声とか、本を出版するとかでもいいんですけども、やっぱりですね、これが一番、実践もできるし、その、お客様の声を生で聞ける。そして、やはり自分が売ったものに、売った、商品とかね、情報、教えたことに対して、レスポンスが返ってくる。ちゃんとね。ちゃんと対面でレスポンスが返ってくると、やはり自分もね、どんどん成長できるし、その自分が教えたことがどれだけその人に理解されてるかっていうのを分かるっていうのは非常に重要なことなので、教える方向にね、教えることをやるというふうに決めてやる人であってね、実際に目標が本の出版だったり、DVD の、販売だったりね、そういう、情報だけを売る、自分が実際にその人にこう会ったりとかねせずに、その方がね楽だし、確かにその、効率はいいんですけども、実際最初は僕はこれをやった方がいいと思います。でそれはなぜかというのを、お話しいたします。でなぜかというのはですね、まず売りやすい、売りやすいというのが一番あります。で、一応今回はですね、一人企業とか、あとはまずビジネスをね、まだあまりやったことないとか、これからやる、そしてある程度大きい組織でやったりとか、先ほど言ったようにいっぱい資本金を集めてね、大きい規模でやるっていうよりは、まずは小さく始める。小さく一人企業を始めるっていうことで、今回はですね、お話ししてるんですけども、売りやすい、なぜ売りやすいのかということなんですが、ネット上とかで DVD を販売したり、セミナーの、ね、内容を販売したり出版したりって結構ね、工数がかかるんですけど、時間がかかります。で時間もかかるし、その情報をまとめるのも時間がかかります。例えば、こういうふうにね、今撮ってますけども、こういうふうに動画を撮るとかね、実際に動画を撮って DVD セミナーをね販売するとかね、そういうふうになったとしてもですよ、してもここで問題点がね結構出てくるんですよね。喋れないという問題がまずできます。そもそも喋ることがない、内容がないというねこともあります。で、あとはですね、まとめるの、取るの時間がかかるんですね。時間がかかる。
時間かかりますね、当然こういうふうに撮ってね、やって時間がかかりますと。で、実際まとめる、例えば DVD にするとしたら、ね、この動画をね、編集するのもまた時間かかるんですよ。編集するのも時間かかるし、それを DVD 屋さんにね、渡してもお金もかかるわけです、そこでね。さらにお金もかかる、で、デザイン、パッケージのね、僕も DVD 作ったことあるんですけども、パッケージのね、デザインを、それも考えなきゃいけない。パッケージのね、デザイン考えるのも、デザイナーさんに頼まなきゃいけないんで、デザイン料もかかる。お金もかかるんですよね。まあこういうね、動画だけを、例えば YouTube に上げて、サイトに埋め込んでね、会員サイトみたいなのを作って、それを販売するというのも全然ありですよ。ありですけども、それにしてもその会員サイトを作るね、そのノウハウもなきゃいけないし、その会員サイトを作る技術もなきゃいけない。ある程度 HTML を学んでおかなきゃいけなかったりとか、あとはWordPressをね、いじれるようになってなきゃいけないとか、そういうね、問題がね、実はね、結構出てくるんですね。で、じゃあ動画分かったと。じゃあ動画じゃなくてもいいよねと。じゃあ動画じゃなくてね、テキスト。まあ要はね、PDF とか言われるものですね。もしかしたら買ったこともあるかもしれません。販売してる、なんかね、こうね、ホームページがあって、そこで、販売をされて、なんかレターが、ああ、いいなと思って買ったりとかね、した人いるかもしれません。で、この PDF を作るのも同じことなんですよ。喋れないっていうのはないですよ。そもそも内容がないっていうのはね、重複します。まあ、内容がない。書く内容がない。頑張って作ったとしても、実際その、商品に値段がつけられるほどのノウハウじゃないとかね。これも結構皆さんよくある、悩みですね。で、これも当然時間かかります。で、テキストの場合はね、動画よりも時間かかります。まあ、実際慣れてるか慣れてないのかっていうのもありますけど、僕は実際テキスト書くよりも、こういうふうにね、動画撮っちゃった方が、時間はね、少なく済むと、僕は思ってますけども、まあ、テキストも非常に時間かかりますね、バーってね。特に、じゃあビジネス初心者、パソコンは触れない、僕もそうでしたけども、ブラインドタッチもできないっていう人が、じゃあこれいきなり販売しようかってなった時に、ブラインドタッチいけないから、もう遅いんですよ。遅いから、PDF をね、30ページとか100ページとか作って、それをね、お金をつけて、値段をつけて売るっていうところまでやるので、非常に時間がかかります。それは当然ですね。それ考えないで、結構、そういうね、塾とか、そういうスクールとか入ってしまう、結構多いんですけども、で、実際に入ってみたら、これが作れないとかね、書くことがないとか、っていうのがあります。で、お金がかからないですね。これはね、ワードとか、で作れるんで、ワードとかで作れるから、まあ、お金はかからないです。まあ、であと PDF にして、まとめるだけです。なので、これは比較的誰でもできますね。簡単なんです。ただ、ここで問題になってくるのが、まあ、実際に自分で作る、まあ、PDF とかでも作れるんですけども、ここでまた問題が発生するんですよね。じゃあこれ、まあ、もし作れましたと。作りました、どうやって売るんですかっていう話なんですよね。で、ここで必要なというのは、まあ、LP、ランディングページっていうものですね。これを、この商品はもう作ったと。まあ、100分で作ったけども、こう売る、欲しくなるページを探さなきゃいけないですよね。欲しくなるページを作らなきゃいけないです。あなた、欲しくなるページ作れますか？コピーライティング。学んでないのに、コピーライティング、書けますか？っていう話なんですよね。で、いやいや、コピーライティングも私学びますと言ったとしても、コピーライティング学ぶのもまた時間かかるし、お金かかるんですよ。実際ね、本を見てね、できるっていう人もいるかもしれませんけども、大体これもね、こういう本、ランニングページを、書く塾とかスクールとかっていうのも当然あります。コピーライティングのね、塾とかあるんですけども、結局またそこで時間がかかるんです。こうやってどんどんこう作るにも時間がかかる、販売するにも時間がかかる。でですよ、先ほども言いました。こう邪魔なんで一回消しますが、じゃあ LP を作りましたと。LP を作ってね、これまあセールスページ、まあセールスページですね。セールスページ、まあ販売するページですね。じゃこれ作りましたと。でまたここでね障害が出てくるんですよ。LP を作って販売するとなってくるとさ、アクセス集客しなきゃいけないですね。またここに戻るんですよ。一番最初に言った。ビジネスの流れですね。
商品できました。先ほど言いましたね、一番最初に言いましたね、自分の商品を作るっていうことですかね。自分の商品を作りました、販売ページも作りましたと。でここにたどり着くんですよ。さっき、一番最初に言いました、まず商品があって集客をして販売するって言いましたね。でこれはまあ商品があって販売するっていうこと、販売のところはねもう作ったので、あとは集客しなきゃいけない、集客しなきゃいけないですよ。でじゃあここで集客をしなきゃいけない、じゃあどうするかってなってくると、ブログ書くとかね、ブログ書く、メルマガやる、まあ、最近で言うと LINE アットやる、 LINE アットやる、広告出す、広告出す、あとはまあこんなもんか、宣伝活動、アフィリエイター、頼む、まあ、ここでこういう風にやっていくわけですよね。でここの、ね、SNS、 こっちは SNS ですけども、まあ、こっちもね、じゃあ SNS ってなったらここからね、また Facebook、 Twitter、 アメブロ、インスタ、あとここはホームページとかもあったか、ホームページで、集客ってなったら、じゃあこれをやっていくわけですよね。集客ってなったら、これをやっていくわけです。で、じゃあね、その、DVD とか、こういうね、こういうのを作って、販売しましょうって言って、これ先にね、作り始めますよね、多分皆さんね、作り始める。まあこれもね、僕も相談してくる方結構多いんですけども、これ作ると思って売ろうと思うんですって、結構言われるんですけども、じゃあこれ自分で作れるんですか、これ作った後これ全部できるんですかっていうふうに聞くんですね。でここでまた問題があって、これ作りましたと、ね、でマーケティングとか自分でビジネスやったことない人たちっていうのはそこで分からなくて、結構分からなくて、ここでね、そもそも論につまずくことがあります。そも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 需要がない商品を作ってしまうという問題がまだ発生します。これが、一番よくね、皆さんが落ちるパターンですね。いろいろ考えるんですよ。自分が例えば勉強得意だったら、大学に受かる方法とか、自分がね、お医者さん、まあ、看護師だったら、そのなんか医療の知識をね書けば売れるんじゃないかとか、いろいろ考えてやってみようとするんですけども、そもそも、まあ、僕とかねマーケティングをやったりとかいろいろ商品を販売したりとかしてますけども、そもそもこの需要がないとかね、一番最悪なんですよ。これになってしまうともうどうしようもないというか、ここまでそもそもやったのに売れないと、なんで売れないのかと、ここが悪いのかな、ここが悪いのかな、ここがメルマガ使った方がいいのかな、ホームページ使った方がいいのかな、ブログ使った方がいいのかなって考えてるわけなんですけども、私から言わせればそもそもここがないっていう人、需要がない商品を作ってしまっているというところが結構多いですね。元も子もないです。で、こうやって、で、それでネットの話をね、こうやってネットとか情報とかね、そういう話をしてると、ここがね、すごく落ちやすいんですけども、普通に考えてみたら、実際は本当のビジネス、普通のビジネスっていうのは、ここまで考えなきゃいけないですよね。本当はここを考えなきゃいけないです。例えば飲食店であれば、例えばね、ここ六本木ですけども、六本木にねラーメン屋さんが何個あるのか、でそのラーメン屋さんがね、例えばいっぱいあるのであれば、そのラーメン屋さんとね戦わなきゃいけないわけですから、ライバルですからね。そのライバルの多いところにそもそも、ラーメン屋さんをね出店して勝てるのかどうかっていうところから実は始めなきゃいけないですよね。
ただやはりビジネス始めたて、まだやったことがない人が、まあ、大きく稼ごうと思って自分の情報を売るとかね、その、まあ、当然大きく稼げる方法を探すわけですよ、皆さんね。で、結局、まあ、こういう自分の商品を売るとか、コンサルティングビジネスとか、そういうところに落ち着いてくるんですけども、そうなった時に、じゃあ、ここっていう話なんですよね。ね、普通のビジネスとして考えれば分かる話なんですよ。そもそもライバルがどれぐらいいるのか。ね、自分が、作れるね、もうラーメン屋だったら当然ですよね。美味しいラーメンが作れるのかっていうのがまずが重要ですよね。皆さんも、ここでね、じゃあ自分の商品を作る。PDF 動画を作る。なりますと。美味しいかどうか。いい商品かどうかっていうのを作れますかっていう話なんですよね。まだ作ったこともない人が、そういうものを作れるかどうかっていうのがまず超大事ですよね。飲食店だと当たり前の話。あとは店構え、看板の綺麗さとかね、うん、お店で言うとそうですよね。でお店で、ネットで言うとまあこういう LP とかね、見た目ですよね。販売ページの、見た目を綺麗にしたりとかね、まあ、そういう部分です。それで結構いろいろな要素があるんですね。で、いろいろな要素を考えた時に情報だけを売るっていうのは初心者にとっていかに難しいかっていうのは、分かっていただけたと思います。うん、で、話戻ります。話戻りますね。じゃあなんでね、タイトルの通りですけども、コンサルティングビジネスがいいのかっていうところは、今のやつ必要ないんですよね。コンサルティングビジネスの原型、コンサルティングビジネスの原型っていうのは、人に、会って教えるこれだけなんですよ。これだけでいいんです。確かにね、最終的に私もね、生徒さんにいつも言ってますけど、最終的には、自分で商品サービスの内容をね、ちゃんと PDF で作って、まあ、資料ですよね。コンサルティングの内容の資料とか、あとはそのブログのね、ブランディングの方法だったり、そのホームページを作るとか、ブログでの集客の仕方とかね、全部教えたりとか、最終的にはしていって、デザインもね、綺麗にしてとか当然しますけども、それもね、なんかそのビジネスって基本テストなんで、やってみなきゃわからないですから、やらない前の段階でいろいろ考えてね、なんか変ないろいろ学んで、でそのビジネスを作って、商品を作って、なんかマーケティング学んでとかって言って、売る前に時間がかかりすぎなんですよ。売る前に時間がかかりすぎっていうのが非常に多いです。で、コンサルティングビジネスっていうのは、その、時間かからないですね。うん。だって、実際にね、会って教えればいいだけなんでね。うん。ただ、その、薄いノウハウだったり、嘘ついてたり、その、なんだろうな、自分に全然実力がないと、まあ、バレてしまいますけどね。うん。バレてしまいます。だから、情報商材とかね、ネット完結でできるビジネス、ネット完結の商品とかっていうのが、割とその先まがいだったりとか、なんか全然役に立たないものとかって当然多いんですよ。それなぜかというと、嘘ついたり、内容が薄かったりしても、直接その人にね、会うことはないから。販売者は全然問題ないんですよね。直接何か言われるわけではないんで。まあ、実際にね、問い合わせたりすればね、会社に、会社につながるかもしれませんけども、まあ、会ってるわけじゃないから、うん、本当にその人が内容知らなくても、ただ書いただけでも売れちゃうわけですからね、うん、まあ、それはそれでね、メリットを捉えるかデメリットを捉えるかっていうのはまた人それぞれだと思うんですけども、やはりその人に会って教えるっていうのは一番簡単です。例えばですよ、今私はここにいて、まあ、当然ね、今回その集客をするとか、そのいろいろ難しいことは抜きにしてですよ。私が、集客の方法を教えますと。あ、違うか。起業にしよう。起業の方法を教えますよって言ってたとするじゃないですか。で、僕は今、例えば29歳ですけども、ここに、23歳のやる気のある男性がいます。起業したいと思ってますね。起業したいと思ってます。で、僕は経営者としてこう名刺を持ってますね。名刺代表取締役大島書いてあります。で、これ渡します。ありがとうございます。あ、
起業家の方なんですね。僕も起業したいです。あ、そうなんですか。じゃあ僕が起業の方法を教えましょうか。ぜひお願いします。わかった、じゃあ教えますよ。これで終わりです、コンサルティングはね。うん、でこれはね、いくらの対価で販売するかっていうのは当然人それぞれですし、その人の能力値に当然問題が出てきますけども、単純にこれだけなんですよ、コンサルティングビジネスっていうのは。ただ、やらなければいけないのが、ここに来るまで僕は26ぐらいまでは起業してなかったんでね、こう会社員ですから会社員の人がね、こういう同じことをやっても無理ですよね、当然。こことここは世界が違いますからね。だからこの順番を得るために、ここに実績が必要なわけですよ。実績を作って会社をね、経営したりとか、まあ、これは別に会社経営じゃなくてもいいですよ。副業で稼ぐとかね、副業で5万円稼ぐ方法でもいいんです。副業で5万円稼げる方法という実績を持っていたら、例えば主婦の人とかが、副業で5万円稼ぎたい人っていっぱいいますよね。家にいなきゃいけないけど、家にいて子供の面倒見なきゃいけないけど、家でできる仕事ないかなっていう人結構います。例えばそういう人に副業の方法を教えますよ、でありがとうございますでいいんですよね。これもコンサルティングです。これ友達の奥さんでもいいですよね。これがまあコンサルティングですよ。これをね、あのネット完結とかね、ネット完結とか情報商材を作って自動化してね、楽して稼ぐとか考えるから時間がかかっちゃうんですよ。さっきのね、LP 作って情報商材作って、ね、ブログ書いて集客してって やるから時間かかっちゃうんですよ。で、聞く時間かかると当然モチベーションも下がります。当然モチベーションが下がる。でもモチベーションが下がると、手が進まなくなって、どんどんやる気がなくなって、時間だけが過ぎていってね。で、結局副業からね、始めて起業するつもりだったのに、結局普通に会社にね、逆戻り、お金払って教えてもらっただけ、みたいに本当になってしまうことが非常に多いですね。そういう人が本当に多いです。僕相談を来る方も、僕の生徒さんも非常にそういうふうにやってる人は多いですね。なのでちょっと今ね、ここで話まとめますけども、大きく稼げるね、メリットのあるビジネス紹介しました。大きく稼げて無限証券で、さっきね、やりましたよね。で、その条件に整うのが、まあ、教える側にもある、まあ、教育者として、独立起業すると、いうのが一番いいと言いましたよね。情報を販売する方、まあ、電子、書籍を出版するとかね、本出版するとか、DVD 作るとか、まあ、そういうのいっぱいありますよね。そういうのを やる人になるということは、一番稼ぎやすいし、一番ね、一人で何百万とかね、全然十分稼げるようなビジネスモデルなので、やった方がいいですよというふうには言いました。で、それをやる上でね、最初から苦労しないようにね、最初から楽しようと思ってこっちを構築しようとすると、大変だし、お金もかかるし、時間もかかるんですよ。だからなかなか皆さんがね、稼げないっていう理由がかなりあります。なので意外とね、リアルで人に会って教えるともう非常に簡単ですよ。誰でもできるんですよ、こんな実際ね。ただ皆さん、ここが一番ないんですよ。実績がない、実績がないから教えられないっていう風になってしまうんです。だからここをまず作る仕事、ここが一番重要なんですよね。実績を作る、人に情報を、売った時に価値を感じてくれる、何か情報を作るっていうのが非常に重要です。そして実績があるというところが、非常に重要です。はい、で今回ですね、コンサルティングビジネスを進めるということで、お話しさせていただきます。コンサルティングじゃなくてもいいですよ。今ね、いろいろあります。コーチングとかね、ヒーリングとかね、なんかいろいろありますね。まあ、自己開発のセミナーでもいいですよね。まあ、セミナーはね、多少ちょっと技術や知識必要ですけども、まあ、その実際に会って教えるっていうのは非常に重要です。何もつかなくていいんで、自分の頭にある言葉とかノウハウとか今まで経験したことを教えてあげればいいんですよ。最初は低い金額でね、教えてあげればいいので、そんなにいきなり最初からね、何十万、何百万ってね、稼ごうとは思わずに、まずは、小さく始めるというところなので、小さく。まずは実績を作って、身近な人に教えてあげる。で、教えるのが慣れてきたら、だんだんお金を取っていくと。
で、そこで慣れてきたら、セミナーをやってね、集客したり、ブログをやって集客をしたりっていうふうにやっていきます。で、これで自分のビジネス、利益率も高いし、ほとんどね、利益だし、しかも、自分のビジネスだからほとんど、自分の利益だと。で、高額なね、お金も実際取れるので、起業がしやすいです。非常にね。これ、コンサルティングビジネスの勧めってちょっと追加しますけども、起業がしやすいんですよね、本当に。なんで起業がしやすいかっていうのもちょっとここでね、お話しさせていただきたいと思うんですけども、例えばですよ、これで今の繰り返し20万円の自分のね、情報価値を、コンサルティングを構築しましたと。そしたらですよ、月に1人の人に販売できれば20万円の収入が得られるわけですから、脱サラできるんですよね。これさえできれば脱サラできちゃうんですよ。脱サラ企業、脱サラ企業できちゃうんです。で、1人企業ですね。リスクなく、ね、先ほど言ったメリットが全部詰まった状態で脱サラできるんです。先ほども方程式も言いましたよね。20万円の商品であれば、1人に売ったら20万、当然です。当然ですよね。で、副業でできるレベルで考えてみても、1人っていけますか？いけますよね。1人だけ、月に1人だけ売るんだったら、なんとか頑張ればできそうじゃないですか。それを頑張って、2人、40万。3人、60万でどんどん増やしていけばいいんですよね。で、これがどんどん増えていく、人数がどんどん増えていくのが、まあ嫌だったらっていうのはあれですけども、自分の価値が高まればここが増えるわけですね。60万90万、そう、自分の価値が増えて与えられる情報が増えれば、当然こちらの価値、掛け算が全部変わってきます。だから収入がコントロールできるんですよね。だから先ほど言いました100万円、一番最初の動画で言いましたけども、100やるんだったら35が一番手っ取り早いですね。3人でいいです。3人で次3人でいいです。まあ副業で、ね、月3人稼ぐのはちょっと難しいかもしれませんけども、副業で1人2人稼げたら、独立したら絶対稼げます。独立したら絶対3人4人後に契約できますから。まあ、なぜかというと、時間が増えるからです。時間が増えるんですよ。当然ですよね。副業でやってたら、1日4時間ぐらいしか取れないって言いましたよね。マックスでも。4時間。本業辞めたら、単純にですけども、いっぱい働いたとしても14時間。いっぱい働いたとしてね、14時間1日働いたとしたら、これが本業に変わったら、単純に4、5、4、3、12、大体3倍ですよ。約3倍になるわけですから、当然集客の数が3倍になるんですよね。そうすると1人副業で1人決めたら、本業でやれば3人決まるっていう計算ができますよね。そしたら副業で20万円稼いだから、独立企業して100万円稼ぐと、単純にその計算ができます。簡単じゃないですか。3人だけでいいですよ。副業で1人、会社辞めて3人、これだけです。これだけですね。だからまずは、ここ、今ね、結構いっぱい飛躍しましたけど、まずはここです。まずは実績。まずは実績作ることです。これ空っぽじゃダメですよ。ただ知識を得るだけ。実績も何もないのに、なんか人にね、なんか適当に物を売ったらかわいそう。かわいそうっていうか、まあ詐欺になっちゃうんでね。嘘ついて情報を売ったらね、詐欺になっちゃうんで、ちゃんと実績を作った上で情報を売ってください。はい。じゃあね、じゃあコンサルティングビジネス。まずここ実績作る。難しいって言いました。で、僕はおすすめしましたね。転売をおすすめしました。だから順番はここですね。物販、ネット物販からの実績を作って、まずは小さく始めると、教え始めると。
慣れてきたらこういうふうに自分の価値を上げて脱サラのそのサイクルにどんどん入れていくというのが、まあ、僕のおすすめですね。はい、ということでですね、まあ、こう考えていただければね、起業って本当にすぐ近くだなって思っていただけると思うんですよね。うん、だって一人ですよ、一人。まだね、何も宗教したことない人は実感ないかもしれませんけども、この一人っていうのはね、実際誰でも稼げます。それはね、なぜかというと、SNS とかね、インターネットを使った収益をするからですね。実際に先ほども言いました代理店のね営業とかひたすらね人海戦術でわーって自分でねこういろんなとこなんか例えば極端な話訪問販売ですよね、どん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 ってで人の家、うん、一軒一軒入るのは確かに難しいです。それでは難しい。ただ今はねインターネットという便利なねものがあります。そして誰でも無料で使える SNS というものがあります。で、その SNS でしっかりとブランディングをして集客をすれば、これは全然可能なんですよ。しかも自宅にいながらね、自宅にいながら集客をして、実際にリアルでお会いして、商品を販売したり、例えばセミナーを開いて、そのセミナーで何か商品を買っていただいたりね、そういうふうな、ビジネスモデルを構築していけば、副業からでも少しずつ少しずつね、企業へと近づけるわけです。で、一番ね私の例えば、瀬戸さんの事例で言うと一番最短でね1ヶ月半で、月120万円をね副業でまずは稼いでしまって、そこで、もう本当に2ヶ月目でね脱サラして会社を起業したという方もいらっしゃいます。うん、で実際に今はねコツ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 大変だよってね、僕結構ね簡単ですよっていうのあんま好きじゃないので、結構難しいですよみたいなことを結構言いましたけども、そういうふうに最短で結果を出す人も本当にいるんですね。まあ、それぐらい、ビジネスモデル、素晴らしいビジネスモデルなんですよね。まあ、ビジネスモデルといいますか、要は自分の価値、自分の商品、自分の商品、サービス、技術や情報を売るというビジネスがいかにすごいかというところをお分かりいただけたんじゃないかなと思います。あとは、これは問題ですよね。集客。じゃあ SNS でどういうふうに集客していくのか。実際に私がね、自分がこれぐらいの価値をね、想像して、構築したときにそれを買ってくれる人は本当にいるのだろうか、それを本当に収益できるだろうかっていうところが問題だと思います。はい、なので、次の動画ではですね、実際にじゃあこの人たちをねどういうふうに収益していくのか、どうやってインターネットを使って SNS を使ってレバレッジを利かしてね、なるべく自動化をしてね、一人でも、これぐらいのねこれぐらい稼げるように、これぐらい集客できるようにしていくにはどうしたいのかということを次回の動画でお話ししていきたいと思います。はい、それではですね、今回の動画は以上で終わります。ありがとうございました。